文句は自分の企画通してから言えよ。書いてるんですよね、小説。うん、うん。りなちゃん、仕事は探してんの？いい加減、家に閉じこもってないでちゃんとしないと。はい。しんいち、じゃあどっか行こうよ。自分でやる。大丈夫。はいはいはい、いいからいいから。うちの新人賞出しなよ。面白そうじゃん。大変申し訳ございません。新人の清川です。これ清川さんの意見どれぐらい入ってます？参考にしてもいや、参考じゃなくて、これそのまま書いてくださいよ。なんで応援してくれないの？なんで？俺がさ、毎日毎日したくもない仕事してる間、一体何してた？変われないんだよ。耳障りのいい言葉並べて、こんなくだらない方が何になるんですか！普通とかダメとか誰が決めたんですかね。生きてればそれでいいじゃないですか。